いいのがあれば紹介してやるよ。でもあんまり期待しないでくれ。今この街は空前の不景気だからな。固まるまでにしばらくかかるな。頼まれてたもの入ってるよ。うちに廃車になった車のがある。中古でいいんだな。こんなとこかな。お得意さんだ。負けといてやったよ。今月のお小遣いが消えていく。泣き言言うな。俺だって辛いんだ。毎度あり。そういや、あんたが連れてた派手な女いたろ。あれってもしかして花ちゃんかい？そうかい。じゃあやっぱり別人なのかね。いやね、夜になるとこの辺りで飲み歩いてるから噂になってんだけど、3年前家出して行方不明になった長田さんとこの花ちゃんじゃないかって。よいしょよいしょ。お前上手になったな。うん、先生に教えてもらったから。先生？夏樹か？あ、しまった。何でもないよ、秘密だから。なんか怪しいな。何を隠してる？やだな、隠してないよ。何にも隠してない。そういや夏樹、さっき話してた花ちゃんってよ。リカ、どうしたの？リリカ。なんでもないよ。もしかしてあの花ちゃんか？うち姉ちゃんいるし、上の姉ちゃんの先輩にいた気がする。お前こそなんで花ちゃん知ってんだよ。屋上で遊んでんだろ。さっき見に行ったけどいなかったよ。リリカ、どこ行ったか知らない？ほんと、下に降りてった。ダメだよって言ったんだけど。下って…
何をやってるのあんたたち。ここに近づいちゃいけないって言われなかった？ごめんなさい。僕が見に行こうって言ったんだ。たまたま私がいなければあんたは今頃あの穴に吸い込まれてたところよ。そうなったらもう助からない。私だって助けに行けない。ごめんなさい。無事でよかった。ちゃんと見てないとダメでしょうが。あ、はい。すんません。いい？子供ってのはね、やるなって言ったことを必ずやる生き物なのよ。それどころか大人が想像もつかないことをしでかす。どんなに口で言ってもダメだから、ちゃんと見ててあげないといけないの。ごめんなさい。それに危ないのは子供たちだけじゃない、あんたたちもよ。大人の私だって足を取られそうになったわ。あんな穴に落ちたらひとたまりもないじゃない。まったく、あんたらも所詮ガキってことね。大人ぶって先生ごっこしてるらしいけど。ギク、ちょっと通りかかっただけよ。ボート使わないと入れないのにか？それは…ごめんなさい。ん？リリカ？どうしてリリカがごめんなさいするの？私が拾ってきたんだ。早く発電機できないかな？そしたら夜も本が読めて勉強できるのに。ん？今夜も飲みすぎちゃった。ん？何あれ？学校？学校が沈んでる！傑作だってヘッパッ！学校か。思えば後悔ばかりの人生だったわね。いっそこのまま。謝るな！学校の前で酔って倒れてたから連れてきて、飯を分けてやって。こら、リリカ、人を捨て犬拾ってきたみたいに説明するな。カナちゃん、ここにいちゃダメ。ダメっていうか、心配しなくても出て行くわよ。世話になったわね。発電機が稼働し始めた後は金網でもあるか。発電機設置完了だ。もう電気使える？扇風機動く？夜になっちゃうね。なに、そういうの好きだろみたいな顔して言ってんだよ。夏希、そうだよ。
げて水面の炊き出しを食べるとき、夏樹さんいつも幸せそうでしたよ。可愛いな夏は。そうだな、楽しいパーティーのためにさっさと済ませるか。それじゃ教室に戻って授業するよ。発電機作りで遅れちゃった分取り戻さないと。いいじゃん今日くらい。ダメ、ほら行くわよ。夏樹さん、動いてますよ。うまくいってっかな。おーい、みんなー、みんな遅いぞ。危うく一人でスイッチ押しちゃうとこだった。大げさだっつーの。さっさとやっちまおうぜ。そう言ってるリュウジが一番緊張してます。目が泳いでます。暗くても私の目はごまかせません。うるせえぞロボコ。ロボコはロボットへの別称ですよ。お前は先輩を敬え。私の方が年上です。誰がスイッチ押す。そりゃあ夏樹先生。うん、それがいいと思ってた。だって一番頑張ってくれたもん。すべては夏樹さんの設計図があったからです。それだけじゃねえぞ。お前がいなきゃこんなことしようと思わなかった。俺たちだけじゃ思いつくこともできなかったんだよ。やっぱエレイがこう言ってたやつ違うな。着いたー。すっげー明るい。うわー、なにこれ。明るい、すっごく明るいよ夏くん。来なよ、もねえな。どうして泣くのですか？何か想定外のトラブルでも？だって夜がこんなに明るいのって町が海に沈んで以来なんだよ。ああ本当にな。学校になって大人たちもみんな諦めてて、
学校のことも真剣には考えてくれなくて。ああ、俺たちは所詮大人の言いなり。自分たちで何かを変える力なんかないって思ってた。ありがとう夏くん。夏くんが帰ってきてくれてよかった。俺たちだけでできたんだ。夜なのに本が読めるぞ。お昼みたいだ。寝ないで遊んでいられるね。ですね。でも私は泣けません。泣く機能がないので。はいです。わーいわーい、とっても明るいです。やったな、コブン。うちにも電気欲しいな。夜が明るいといつまででも騒いでられるな。ダメだよ、そういう不良みたいなことしちゃ。夜に本読むのも不良。寝る時間までならいいわよ。夏木さん、お疲れですか。なんだよ夏、もうお眠かよ。毎晩徹夜して設計図書いてくれてたもんね。どうしました？大丈夫かよ、送ってってやろうか。心配ご無用です。夏希さんには高性能な私がついていますから。ああ、またな夏。おやすみ夏くん。おやすみなさい夏希先生。ありがと思ってる。あの子たち本当に発電機作っちゃったんだ。ギク。レジャーです。何よ、今になってあの時の仕返しでもしようっての。私もうこの町から出ていくの。リリカには世話になったから、その前に様子を見に来ただけよ。失敗ってことでおしまい。あれは嘘よ。取り立て屋なら今頃無理にでもその子を引っ立ててるわ。やれるものならやってみろです。フィス。ああもうやめやめ、転職するわ。借金取りなんて向いてない。その名前で呼ぶな。私はキャサリン、過去を捨てた女よ。何だってやるわよ、生きていくためならね。たまたま近くにいたってだけよ。
んだ、また転校生か。誰だろう。ほのちゃんだ。その名前で呼ぶな。キャサリンよ。いや、花ちゃんだよな。花子さんですよね。はあ、かっこいいじゃない、謎多き女って感じで。マジか。本当か。いろいろあったのよ。都市に出て行った後、私は私立探偵をやっていたわ。なぜって、かっこいいから。でも想像してたような仕事でもなくて、いろいろやってるうちに裏社会の人間とも接触する機会が増えた。その中に妙に私に親身になってくれる人がいて、気を許してたら詐欺師だったわ。なけなしの金を取られた挙句、私の手に残ったのは一枚の借用書。これを金に換えろと言われて渡されたの。私は借金取りじゃない、あんたのばあさんの借金の債権者ってわけ。その方がビビらせられるって思ったのよ。私みたいなか弱い女が一人じゃ踏み倒されるだけじゃない。いえ、期日が来れば売却してくれて結構です。それまでどうにか生き延びるわ。そのためには仕事を探さなきゃなんだけど、一体何よ、私に紹介できる仕事って。ん？いい仕事じゃない、詐欺じゃないでしょうね。暇だし、あんたらだけじゃ危なっかしいから、ここの教師をやってあげることにしたわ。よろしくね、子供たち。それはいいがよ、なんでキャサリンなんだよ。でさ、寮ってどこなのよ。そんな気してたけど。花ちゃん先生、また一緒に住んでいいの。その名前で呼ぶな。あと、捨て犬みたいに扱うな。授業をしますか？
ロボットの私にわかるわけないじゃないですか。当然ですけどね。ということは、今日こそ私がこっそり作ったお弁当を美味しく食べてくれるに違いありません。楽しみです。夏、もうまたリュウジが夏希さんにベタベタしてます。仲良しだね。夏希さんには私というサポートがいるのに邪魔なリュウジです。なあ夏、お前仕事探してるんだってな。それならよ、俺と一緒にサルベージアやらないか。お前んとこの潜水艇を使うな。なる。うちもそうだが、家が海に沈んじまった人は多い。引き上げたくても引き上げられない大切なものはあるはずなんだよ。ああ、お前も手伝え。小遣いやるから。お小遣い絶対やる。よし、決まりな。放課後、作戦会議だ。作戦会議だ。はーい、あんたたち、授業の時間よ。席に着きなさい。起立。えい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、おはようさん。出血は全員いるわね。生徒数少ないと楽だわ。あんたの父親は地球を救うために忙しいんだ。地球が救われなきゃ
あんただって救われない。賢いナツキならわかるだろう。